物質の三体と温度、圧力の関係を示す合図の例。横軸が温度、縦軸が圧力、緑の実線が誘拐曲線、赤線が消化曲線、青線が蒸発曲線、三つの曲線が交わる点が三重点。合図は物質や系の層と熱力学的な状態量との関係を表したもの。状態図とも言う。例として、 合金や化合物の温度や圧力に関しての合図、モデル計算によって得られた形の磁気構造と温度との関係を示す合図などがある。三体と温度、圧力の関係で、液槽と片槽の境界が融解曲線、気層と片槽の境界が消化曲線、気層と液槽の境界が蒸発曲線である。蒸発曲線の高温高圧側の終端は臨界点で、 それ以上の高温高圧では超臨界流体になる。三つの曲線が交わる点は見え点である。有界曲線はほとんどの物質で図の通り上発曲線側に傾いているが、水では圧力が高い方が融点が低いので逆の斜めである。相、率によって純物質の熱力学的自由度は最大でも2なので、温度と圧力によってすべての層を表すことができる。 金属工学においては、工業的に制御が容易な素性温度の関係を示したものが一般的で合金の性質予測に使用される。戸田源次郎。状態図。日本大百科全書。ヤフー百科辞典。2013年4月30日閲覧。状態図。世界大百科辞典。第2版。コトバンク。2013年4月30日閲覧。 状態図、マイペディア、コトバンク、2013年4月30日閲覧、ありがとうございます。